まるごと必勝チャンネル司会の平田里奈です。今週も柏木さん、丹下さん、よろしくお願いいたします。お願いします。先週は阪神で神戸新聞杯が行われ、一番人気のダービー馬レイデオロが秋の初戦を見事快勝しました。過去10年でだいたいダービー馬はい、もしくはダービー1着馬っていうのは、半分ぐらいは来てるわけですからね。なるほど。予定調和、時計も2分20 24秒6というのは、あんまり走りすぎてもね、ここで神戸新聞杯を全部力使っちゃったらまずいですから。そうですね、時計的にもスローの上がり勝負、4ハロン、残り4ハロンから11秒台になったんですけど、はい、疲れもせず、迫られもせず、いい内容だったと思います。ほとんど楽勝だったね、はい、藤沢球者のデンノロブロイもシンボリックリセースも秋の初戦の神戸新聞杯みんな勝って、で神戸新聞杯から直接ジャパンカップっていうのを調べたら、これはさすがに一頭もいないんだけど、でも、あれ見てたら今年はね、コバで、あ、それはちょっと叶いませんっていうのはいないんで、意外といい勝負じゃないですか。なぜセントライトじゃなくて、神戸新聞杯なのかなと思ったんですけどね、やっぱ神戸 その阪神の 2400m の外回りの方が、なんかこう急がなくて、自然にこう強い馬は流れに乗れる、高山の 2200m 使うよりは、神戸の方がなんか体がこう疲れないで一走しても済むのかなと、思いました、2着以下は奇跡とか結果出して、多分菊花賞も有力馬の一頭になると思うんだけど、ちょっと切ないですよね。菊花賞難しくなったような気がしますけど、逆にね、ちなみに神戸新聞杯以外で気になったレースはありましたか？桔梗ステークスというのはね、阪神の土曜日に、オープン特別ありましたけどね、このタワーオブロンドンというのは、多分距離はマイルまでかなと思ったんですけど、2歳馬、小学6年生中学生の時に、クラスメイトに清宮君、清宮君誰ですか？そうですね、ラグビーで言うとなんか稀勢の里君がいたような、ちょっと身体能力がとても違う人だなというふうに思いました、はい、クラスメイトでは抜けてるなという、人かなと思いました。さて今週は中山で行われる芝 1200m の G1 スプリンターズステークスを中心にお届けします。もちろんお二人のスプリンターズステークス出走前馬の評価もお伺いします。そして番組後半では凱旋門賞についてもたっぷりとお伺いしていきます。今週も最後までお見逃しなく。スプリンターズステークスをポイントで解説、重賞のツボです。お二人にスプリンターズステークスを予想する上でのポイントを伺っていきます。今回はどこがポイントになりそうですか？柏木さん、今年のメンバー見てると本当的を絞りきれないんだけど、去年レッドファルクスが勝った1分7秒6というのは、一見すごく遅い時計に見えますけど、ここ2、3年の中山コースは芝コース時計速くならないんで、一応基準1分7秒6でいいです。先入の時計っていうのを各地で行われてるんで、ものすごい速い時計もあるんですけど、レッドハルクスまた今年も出てくるんで、1分7秒6以上には走れないような気がするんで、時計あれ以上の時計で走れるという、実は7秒6なんでね、みんな一段で入ったんですけど、でもスプリンターズステークスってそういうレースなんですよ。だから時計を目安にすると絞りきれないんだけど、でも最後に7秒6より、最低でも速く走れなければダメじゃないっていうことは言える。なるほど。そういう意味で一応時計、春の高松宮記念から、3ヶ月4ヶ月あるわけじゃないですか、その間にやっぱりなんかこう時計的な根拠みたいなのは、白田でも、中京でも、小倉でも、必要なんだけど、今年はなんとなく
怪しいところ、夏の間の高松宮記念以降の3ヶ月っていうのが、うんはい、なんかこうね、坂コースではあるわけじゃなくて中山じゃないわけですから、うん、丹下さんはどのような点をポイントにされますか？ずっとメンバー見ててね、予想をもう一回組み立てるときに、うん、ふと思ったのは、はい、あ、そうか、やっぱり連続騎乗の馬、これはあの、まあ、有力馬、はい、鍵になるんではないかなと思いました、うん、G1 ですからね、はい、ね、もう大体接戦です、うん、そうなるとスプリンターステークスが目標だよ、間じゃなくて、はい、ここを目標にして、タッグを組んできたチーム、金量もいろんなことも有利で込み込みで想定してきた馬っていうのが、やっぱ上位3、4といたら、はい、そこをやっぱり思い印打つのは、うん、順番は、そういう連続騎乗というか、うん、陣営のうまくというか、うん、そういうコンビが僕は今年は大事かなと思います。スプリンターズステークスの 1200m の騎手がポイントっていうのは私も全くその通りだと思う、はい、トップ騎手がよく言うようにあのよく長距離戦は騎手だって言うじゃないですか、うん、何言ってるんだ、短距離戦ってコンマ1秒ミスできないんだよ、はい、だから短距離戦こそ騎手なんだっていう、その通りだと思う。だって長距離戦なんて途中でカバーできるじゃない、はい、だからあの定説は実は逆なんだ、うん、短距離戦に新人騎手乗ったら絶対勝てないよ、うん、だから丹下さんのは僕もそう思う、うん、じゃあ2人とも一致で、じゃあ騎手がポイントというのは絶対それは正しい。スプリンターズステークスの出走前場をお二人に金銀銅の札で評価していただきます。混戦ムード漂う秋の G1 シリーズ第1弾、それでは行きましょう。スノードラゴン、上がり目はないよね、やっぱね、そんなにこう衰えていないんですけど、もうちょっとというところまで来てるもんね、ええ、雨でも降ったら、うん、かけましょう、うん、レッツゴードンキー、これ悩むね、うんうん、うん、ローテーションの願望だと思います、うん、一つ挟めば、うん、もうバリバリの G1、うん、短距離、うん、1200m からマイルまでっていう馬なんですよね、はい、岩田ジョッキー連続騎乗ですけどね、はい、星雲構成、あら、まあちょっと悩んでるんですけどね、あ、悩んでる、うん、はい、前走の、ね、函館スプリントステークスは、はい、体重云々ではなくて、うん、スプリンターステークスを見据えての、前哨戦かなと思いました、はい、きっとね、ミルクジョッキーリズムを違ったこう、形で、うん、体もほとんどなんかね、少しやっぱり余計なものがそげて、体重云々ではなくて、あ、人たたきした体だなというふうな作りになってると思います。低温構成ってあのアドマイアムーンのこう成長力があるんで、もっとあの今までの高松の宮記念を制した評価よりもっと上がってくると思うんだけど、はい、前回の函館スプリントシープス見てて思ったのはこのまま早い時計ダメなんじゃないという気がしたんです、うん、だから成分構成の資格は7秒、去年のレッドファルクスの7秒6なんですけど、はい、それより特例早くなった時にもしかすると嫌だなというのはちょっとある、うん、でも評価を下げるという意味じゃなくて、うん、買わなきゃなんですよ、うん、フィルーシア、これはね悩む、うん、前走セントウル9着に負けたんですけど、はい、僕はあのパドックで見たら馬体はね、そのアイビスよりもいいなと思ったんです、うん、なんで負けちゃったんだろうっていう不思議なぐらい、うん、爆弾でもつけたいんですけど、はい、連続騎乗だったらおーしと思ったんですけど、うん、体調は上回ってるはずなんですけど、やっぱ手探りで乗らなきゃ G1 に乗らなきゃいけないっていうのは、うん、それはまあ、うん、ラインミディア、前回最高に乗ったけどね、はい、ね、セントールステークスのバドック見てて、ね、うん、ラインミディアはなんだできるな、うん、あー、こいつはいいやつなんだ、いい学んだなと、とても思いました。ちょっと買いたいね、3着前にね、とてもいい馬、うん、いいジョッキー、うん、7歳のコンビだなと思いました、うんうん、ワンスインザムーン、
まだ4歳なんですね、はい、来年のあたりがちょっとこう夏2戦しちゃったんでね、うん、もう一回なんか重賞チャレンジして、はい、クッション挟めば強くなるものだと思うんですよね、うん、ダイアナヘイロー上がらない、いや、そうかな、知らないけど、うん、連勝なんですけど、うん、一番評価が上がったのは小倉とその平坦のコースなんで、うん、なんか山はというのない、うん、あの3歳のね、春の時点で1分7秒台出したんですよ、うん、これはもう、1年経ったら多分、重賞に駒を進めてくるだろう、うん、もしかしたらスプリンターステークスらあるなと思ったんですよね、坂、うんもあるし、ピークも、もうそろそろっていうのもある、微妙です。レッドファルクスハーフと銀、今回の休み明け、はい、去年も同じような感覚かな、はい、中身はとても濃い金魚になってると思います、うん、右回りはそんな馬がないけれど、はい、ウッドコースで終えるんだったらそれはもうこのレッドファルクス力を出せますよ、うん、安田家にはね、やっぱ前長いですよね、うん、だけどあの3着は最後足色に一緒になっちゃったんだけど、ああ G1 馬だなと思いました、うん、それだから逆に言えばこのメンバーであの安田記念で掲示板乗れる馬いるかったらレッドファルクスだけでしょ、うん、総合力ではね、ナンバーワンという気がする。今年は意外とレムロ見下ろし、あこいつらには勝てると思って、うん、格上感も持って自信満々かもしれない、メラグラーナ狙いますか、はい、オンは全くダメだと思うんですけどね、いや両方で、で内枠はバットアウトだったんだけど前回内枠もカバーできたんで、最有力だと思います、前走でやっと4着の上がり32秒という最速の上がりで、いろんなものがつかめたんではないかな、やっと連続騎乗、あと、まあ、中山参戦3勝、あの坂コースなんですけれど惰性をつけていくとボンといける馬なんだな、それで今回は自信持って両馬マナーという、前提付きですけどチャンスが今回だと思います。でもやっぱり外で出すだろう ね、 そ, うですね、 それそこがロスかもしれないね、私もそう思います。ビッグアーサー上がりますか、柏木さんだけなんとか間に合ったという感じの資格があるのと、通関の調整不満足と貯めるわけにはいかないというものすごい資格があるんでね、このくらいですかね。あもうだいぶ沈みましたね、本来の能力が出せればね切る手はないけど、確かすごいようなビッグアーサーがかわいそうに資格を抱えてしまったと思います、もう才能というかもうポテンシャル 1200m の適性だったらもうビッグアーサー一番です、才能が一番だけど、まあだ資格がいっぱいあるという意味で、そうですね、うん、モンドキャンの出してないんだけどもともと6ハルンの短距離の差し馬、まあ、7ハルンまで大きなんですよね、そういう馬なのでね、前走はちょっと結果も欲しかった内容だったと思うんですけどね、ちょっと負けすぎたな、だけど乗り換わり軍団の中では一番なんかこうたくましく元気に乗り換わりができるのは池田ジョッキーかなと思いました。乗り換え乗り換わってるから本当は難しいね、ブリザード上がらない、ほぼの間って本当毎回評価難しいんですけど、またちょっとこう 2,3 年あまり結果出てないけどランクの高い G1 レースで好走例がないんで、普通はダメだと思うんですけど、たまたま日本のスプリンターステークスも私は低レベルだと思う、だからこれつけようと思ったらつけられるんですけど、今回あの 点の理論に当てはまっちゃってもう点のりっていうか乗り換わり理論でファインニードルいかがでしょうか、前回セントオールステークス、まあ、一番ここに結びつくレースとすると、まあ、文句出しの内容なんですけど、
あの時はミルコ・デ・モンローうまかったなという印象が強烈なんでね、うんうん、それマイナスだと思います。なるほど、うん、あの馬のね一瞬の足をうまく生かしてあげなくちゃいけないというのに内田博樹騎手対応しなくちゃいけないんでね、はい、うん、案外と前走はもう言ったけどそんなには簡単な馬ではないと思います、うん、だからやっぱ微妙な乗り換わりみたいなのは、うん、デリケートだと思います、うん、でも逆に言うと、はい、あの乗り換わりとかのいろいろなので人気を成績能力の割には人気が落ちる可能性があるね。だそれ両方天秤でかけてだね、うん、こんなに作るならというのは、うん、買わなきゃいけないもんですけどね、うんうん、はい、ネロ個人的には復活を願ってるんですけどね、うん、なんか去年のネロとは体のなんか作りが違う、うんうん、シュージ、柏木さんがどう昨年のスプリンターズステークスで差がなかった馬、うん、これ実はあの賞金順位17番目だったんですけど、はい、レーティング上位でギリギリ出走できたというのとだから横山紀弘騎手が乗れたというのは谷野さんの騎手にあすごい合ってると思います。乗り換わりはやめようよって言うんですけど、はい、でも横山ジョッキーだからこれは大ホームラン、うん、大空振りもあるよ、うん、そういうタイプでもあるしね、うん、あのジョッキーじゃなくて馬のタイプでもあるんですけど、うんうん、ちょっと考えるところはあると思います、うん、ダンスディレクターこちらは、はい、ダンスディレクターはあの前回休み明けで末橋強烈だったんでね戦2ではのレベルの高い傾向をそんなに経験してなくてさすがに続けて戦2を使い出したので上積みがあるんではないかなという評価です、はい、ダンスディレクターがね得意なのは平坦の京都です、はい、うん中山はね、きっと良くはないんですけど、うん、前走セントール、プレートの荒足は、うん、ああ次はちょっと買わなきゃいけないなという。お二人の金銀堂はこちらです。今週の私の予想はこちらです。ファインニードル1200 1分7秒台をほぼ毎回出してるので、中山で出てないのがちょっとマイナスなんですが、1分7秒台出してるっていうことで、今回もそれくらいの速さで走ってくれるかなと、はい、うんうん、あの理屈合ってます。平田さんね、先週は2ヶ月ぶりの本命的中と書いてあるもんね。やっと、うん、苦しかったです、ここまで、うん、なんか下手な予想家みたいじゃない?2ヶ月ぶりの本命とかね結構恥ずかしいでしょ、2ヶ月ぶりとか。いやもう予想家の気持ちわかる。まあでも予想家じゃないんで今週も出たいなと思ってます。うん、今週 G1 だからな、そんなうまくはいかないな、うん、さてここからはフランスで日曜日に行われる凱旋門賞をお二人に展望していただきます。まずは日本の里のダイヤモンド、里のノブレスの評価をお願いいたします。